ノイズ,ノイズパ今のグラブってでもさ、はい、作ってきてくれたぽですから意外とすぐ使えるんだね前は来たらくてね皮が硬くてきちっとしていってそこから使ってるうちに柔らかくなってくるんだよね、はい、意外と柔らかめにできてるなっていうか、うん、あの感じがね、はい。これあんまり言っていい話かどうか分かんないですけど荒木さんがまだ現役やってる時にあの人水野なんですけど。えーうん あののグラブが来たばっっかり時やぱ硬いいじゃなですかそれをピッチングマシンあるじゃないですかあれでパンって取るっていうのを自分でやってる時間がないんでああ硬い時にね確かにこのスッと芯でねパチンパチンと取ってくれるっていうのはねなかなか自分でこのノックを受けてもピリピーとできてこないんでただね荒木のグラブはね少し独特だった。 いうイメージがあ伊庭とか荒木とかのグラブをパッとたまにはみ出すなかなかはみ出すくないんだけどパッてやめると少しね感覚が違うんですよね彼独特の名手の感じのそのなんだこのこの面とか指の感覚とかっていうのがやっぱりああ違うんだなプロだな人それぞれグラブ違うんだなっていうのはね感じるね特に内野手はね。 ここにポケット作ってくれって言われてずっとその空いてる時間にやるじゃないですか、うん、でこうやってボールでポンポン,ポンポンポンやったりするじゃないですか叩くやつがあるんですよこの木の、はい、こういう、はい、でそれやってるんですけどもうやっぱりその言われてる選手が荒木さんなんで、うん、もう緊張っていうかもう胃が痛いっつって <laughs> なるこれでちょっとでもなんか感覚が違ったりしたら、ねうん、そうだね選手個々によって本当にグラブが違うからね、はい、まあポケットをこうやって硬いから作ってもらうまではいいけども それなら,らしていく部分は彼その選手の独特なね、うん、取り方やりゃ、はい、グラブの使いこうやって使うこういう面の使い方ね、はい、いろいろあるんでね、うんうん、いろいろ違いますよみんな選手いしまね。